こんにちは、まなべです。今回はブログ収入は突然に激減する話という、ちょっと怖いテーマでお話をしていきます。僕自身、すごいもう何度も多分50回ぐらい言ってそうな気がするんですけど、ブログ書きながら生活してるじゃないですか。で、ブログ書いて、最近はもう結構月数百万でこう、稼げるようになったんですけど、それまでにこう、何回も収益の激減っていうのを、実は経験してるわけですね。で、それで、Google っていうのが毎年1回ぐらい、こう、大幅な、こう、検索アルゴリズムのアップデートっていうのをやるんですけど、それでこうガツンと下がったりとか、他にも要因があったりするんですけど、そういった感じで、今回はちょっと怖い話ですかね、多分。Google の収益激減について僕の体験談を交えつつ、どう対処していくかみたいな、そのあたり解説していきます。で、まず経験談からお話ししようと思うんですけど、これ結論から言うと、3つお話していきます。で、まず1つ目が、アフィリエイトで僕昔月7万を達成したんですけど、7万を達成して、その後に3ヶ月後ぐらいかな、2万まで激減しました。っていうのが1つ目と、2つ目、アフィリエイトで月30万っていうのを、獲得したんですけど、そこからいきなり収益ゼロになりました。これが経験の2つ目です。3つ目は、ブログで月1800万まで稼げたんですけど、その後に900万まで半減しました。で、この3つなんですけど、ちょっと解説していきます。まず1つ目のアフィリエイト収益が7万まで伸びて、そこから2万まで下がった時、この時に何があったかっていうと、これもすごいよくあることなんですけど、広告関係がなくなったんですね。で、当時僕は昔あったヨーグルトみたいな、で、それの広告関係で稼いだりしてたんですけど、その時に結局アフィリエイト収入って広告主がそこでこう広告費を払うことによってこうなんていうんですか、密を吸うみたいな感じじゃないですか。ただある時にその広告主が、あ、この商品ちょっと販売停止しますみたいな言った瞬間に僕の収益もなんだ全て消えたみたいな。これが一つ目です。で、二つ目が、30万までアフィリエイトで稼いだんですけど、そこからゼロになったっていう経験に関して、この時は結構きつかったんですけど、Google のアップデートっていうのがあるんですけど、これで綺麗に飛びましたね。で、飛ぶと、ビビるんですけど、翌日からゼロになるんですよ。今まで、その当時、金融系の、キーワードだったんですけど、それで、結構こう、毎月稼いでたんですね。で、それで、なんていうんですか、美味しいな、みたいな。やったみたいな感じで思ってたんですけど、ある日突然、調べても自分のサイト一切出てこないみたいな。あれみたいな。しかも、収益もゼロになってるし、みたいな感じで、それで順位をこう、詳細にチェックしていったら、50位より下に飛んでいたみたいな。こういうのもあったりします。っていうのが経験の二つ目。で、三つ目に関しては、ブログで1800万まで行ったんですけど、900万まで落ちたっていう話で、これに関しては、正直、そこまでショックは受けなかったんですけど、なんて言うんですかね。そもそも1800万まで行った時が、瞬間最大風速みたいな感じで売り上げがガツンと伸びて、そこからこう、なんて言うんですか、こう、調整で落ちたみたいな感じだったので、しょうがないかなって思いつつも、やっぱり心臓に悪いですね。先月こんなに稼いだのに今月これだけか、みたいな。なっちゃうので。こういった感じで、今3つ経験談をお話ししたんですけど、細かいのあげると、正直いっぱいあるし、あと、リアルタイムの話をすると、別に僕って今、先月とか多分ブログで500万とかかな、600万ぐらい稼いだと思うんですけど、その先々月って多分、700万ぐらいかな。いや、650万ぐらいかな。それぐらいだったと思うんですけど、別に毎月50万ぐらいの変動ってもう今普通にあるんですよ。だから別にそんなに最近は何も感じなくなったりしていて、ただ、これからブログだったりをやっていくんだったら、最初、こう、0から10万までの道で、やっぱりどっかでこう、減ることあるだろうし、10万から30万の間で多分どっか減ったりするし、みたいな。こう、綺麗に伸びることないんですよね。やっぱりこう、なんていうんですか、こう、山を描くというか。こんな感じで進んでいくので、これは仕方ない話です。で、ここから、じゃあ収益激減っていうのを何回も経験した僕なんですけど、ここから学んだことは2つあります。で、1つ目が生活費を上げないこと。で、2つ目が、収益が飛んでも人生はぬるげーっていう話。で、これ2つ話そうと思うんですけど、まず1つ目の生活費上げないで、これもう本当に一番重要だと思います。ブログに限らず多分、本当に生活費みんな上げちゃったりするんですよね。で、僕も一時期上げちゃって、ちょっと後悔とかもしたんですけど、で、これ何かっていうと、じゃあ例えば考えてみたらわかるんですけど、
じゃあブログで月100万達成するじゃないですか。で、達成したらめちゃくちゃ嬉しいし、そこで達成感も感じると思うんですけど、まあ、ただ別に100万いったところで、じゃあ2ヶ月目にそれ100、2ヶ月目、3ヶ月目ってこう、維持できるかっていうと全然わかんなくて、いきなりこう半減するかもしれないじゃないですか。50万とかに。ってなった時に、仮にじゃあ100万達成したと思って、それで生活費上げていっちゃってると、例えばじゃあ生活費もともと30万だったのが、まあ収入上がってきたし、じゃあ生活費50万にしようかな、みたいな。ってなった時に収益激減すると一気にこう、なんていうんですか、生活費とトントンになったりとか、もしくは赤字になっちゃうみたいな。っていう感じで、まあ、そもそも月100万とか稼いでたら、貯金できるから、なんていうんですか、直近のお金はそんなに困らない状態にはなるんですけど、とはいえ、やっぱりその人間ってどうしても精神ダメージ受けちゃうんですよね。その、まあ、これすごい不思議なんですけど、僕とかは別に今ってそんな、例えば収益ゼロになったとしても、まあ、しばらく食っていけるだろうな、みたいな状態にはあるんですけど、やっぱりそれで落ちちゃうと、なんて言うんですかね、やっぱりショック受けるんですよね。で、こうなった時に、まあ、ブログに限らず何か事業をするってなった時に、すごい大切なことが、やっぱ精神が健全であること。やっぱりその、途中で病んじゃう人とか、経営者とかでも多いんですけど、みんな途中で心折れるとか、途中で病んじゃって辞めていくとか、できたらすごいって、で、その時に精神安定が大切なんですけど、じゃあ精神安定させるためには、やっぱりそのお金の余裕ってすごい大切なんですよね。だからブログで仮にこう売上が伸びたとしても、月100万を1年間継続したら、そしたら生活ワンランク上げていいと思います。まあ、ただ1年継続してないとか、もしくは達成したばっかで生活費上げちゃったら、それもなんか、結局最終的に利益残んなかったりしちゃうので、やめましょうっていう、アシストに行きましょうっていうお話です。あと参考までに今これ僕のバンコクで住んでる家なんですけど、まあ、ここが、1日あたり3、4000とかですかね。なので、僕最近だと一応、まあ、月、だいたい1000万ぐらい稼げていて、それで、まあ、この家なので、まあ、生活費20万とかですかね。まあ、もしかしたら25万ぐらいいっちゃってるかもしれないんですけど、まあ、ただ、これぐらい生活をしてると、1000万稼いで、まあ、30万ぐらいで生きてたら、まあ、全然970万ぐらい余るので、これぐらいだと、まあ、多分、精神安定すると思います。まあ、ちょっと安定させすぎだろうって思うかもしれないんですけど、僕はこれぐらいがちょうどいいです。で、続いて二つ目の収益が激減しても人生安定みたいな、人生ぬるゲーみたいなところで、これ何かっていうと、結局その、まあ、過去に僕何回も収益飛んで、それで、ま、一番精神的にきつかったのが30万まで行ってゼロになった時なんですけど、やっぱりでも、騒音だった時も、まあ、とりあえずなんとかなるんですよね。で、なんでかっていうと、その、ブログだったり、まあ、プログラミングでも、まあ、YouTube で何でもいいんですけど、何か一つのことすごい頑張って継続すると、やっぱりその実はノウハウってめちゃくちゃ溜まるんですよ。で、僕とかだともうブログとかってもう数えらんないぐらいもう膨大なノウハウっていうのが実は頭に溜まっていて、で、YouTube とかも本当に実はもう膨大なノウハウが溜まっていってるんですよ。で、世の中にはそういうの一切経験せずに、なんか自分はブログコンサルやりますとか、自分はなんか YouTube のマーケティングやってますみたいな、そういう人もいるんですけど、やっぱりその自分で実際に成果出した人と、理論だけを知ってやってる人っていうのは、そこの隔たりがすごい大きかったりして、だからやっぱり自分に一回挑戦して、まあ途中で失敗しちゃったとしても、一回ある程度結果出してる人っていうのは、仮にじゃあコンサルの仕事に移りますとか、どっかの会社に就職しますとか、もうこれめちゃくちゃぬるゲーっていうか、超イージーなんですよね。だから、まあ、とりあえず食いっぱぐれることは絶対ないっていうことと、まあ、一回そうやって経験積んでおけば、もう一回やり直した時の立ち上がりも早い。だから僕も30万飛ばした時には行ったと思ったんですけど、そこから、もう一回頑張って、で、それで、半年ぐらいかな。半年ぐらいでやっぱり月10万ぐらいのサイト作れてたので、で、まあ、半年で10万回って思うかもしれないんですけど、まあ、10万あれば最低限に生きれるし、まあ、それは、失敗経験があったからこそ、半年間でこう伸ばせたっていうのもあったと思います。まあ、なのでこういった話をすると、どうせブログとかってどうせ、なんだ、水物なのか、みたいな、すぐに飛んだりするのかっていう。まあ、そういうふうに思って、やっぱやるのやめとこうかなって思う方いるかもしれないんですけど、まあ、ただ正直、まあ今から始めたとしても、まあ5万、10万とか、まあそういうこと3万とかでもいいんですけど、まあ仮にじゃあ3万ブログ稼ぐじゃないですか。で、これ結構余裕だと思っていて、じゃあ3万稼げたら、じゃあ年間でまあ40万ぐらい入ってくるわけじゃないですか。でも年間40万増えたら結構生活楽になるので、やっぱりその、まあ別に全員にブログ書けとは言わないんですけど、何かしらその自分で挑戦してみて、で自分でその一番大切なのは自分で稼いでみることだと思うんですけど、
まあそれやるの大切かなと思います。まあなので繰り返しておくと、収益の激減ですね。そこから学んだことっていうのは2つあって、で、1つ目っていうのが、生活費上げないでおきましょうっていう。上げすぎると、こう収益が下がった時に精神的にもこう大ダメージを受けますよって話と、あと2つ目が、別にまあブログ飛んだとしても、まあ人生大丈夫ですよっていう。そこから、まあその時点で経験値は溜まっているので、また次のステップに踏み出すっていう。まあそれだけですね。はい、というわけで、今回これぐらいにしようと思います。僕のチャンネルは普段こういった感じで、まあ、ブログの話とか、あとは個人で稼ぐ方法、これにフォーカスして発信をしています。で、もし参考になったら、いいねボタンとチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。で、ブログ、ツイッターもやってます。概要欄に載せてます。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。